とね、ホテルの方に帰ります。帰ります、帰ります。ローマは非常にね、車が多いですね。非常にうるさいですね、ローマはね。非常にうるさい街ですね。車が多いです、バイクとかね。こっちでしょうか、こっちでしょうか。こっち行きますね。階段がありますね、階段が。こんな感じ。これ何、なんつうの、ガイドさん、名前は。ここら辺でちょっと分かんないね、教会とか広場とか。いや、分かんないなりに言ってくれないと。ほら、なんだここは。ちょっと行ってみましょうか。こっち、こっちどっち。いや、こっち、こっち出る。こんな感じのね、これ教会ですかね、教会。こんな感じですね。これお名前は。名前わかんないの。こんな感じのところですか。ね、こんな広場ですね、ちょっとしたね。半径どれかな、50メートルぐらいの広場かな。両脇にはね、こんな建物がございます。こちら階段登ってきましたね。で、両脇にはね、こういうね、銅像が、馬と人間ですか、なんだかよくわかりませんけどね、一応撮っておきますね。後ろ姿ですね、後ろ姿。池田君がね、調べましたね、この教会のお名前は。セナトリオ、セナトリオ教会ですかね。教会じゃないのかな。PAL ですかね、これ。カタカナ訳が載ってないのかしらね。あ、そう、なるほどね。セナトリオって言われたんですね。こちらこれ、ローマ市教会ですかね。なるほどね。ね、今坂を下ってね、下ってます。非常にハードに観光客が多いですね、ここはね、多国籍ですね、本当に有名観光地だけあってね。ここは池田君、何でしょうね。多分順番からすると、ファクトリーの美術館。美術館？だから教会じゃないの、あれ。隣の教会だと、サンタマラ・マリア・ダラコリエ教会、どっちかですね。多分教会か。その隣に美術館ありましたね。十字架があるから教会じゃないの。そうすると、サンタマリア・ダラコリエ教会ですね。なるほどね。弦楽器ですね。そうなんですよ。こういうところがありますね。多分広場だと言うのはベネチア広場ですね。ベネチア広場、ははそうなの、ね。結構車多いですね、ここね、本当に。ベネチア宮殿、大したことないね、はっきり言って、こういった建物ですね。結構人がいますここね。お土産が多いですね。せこいもの売ってますね。非常に。非常にせこいもの。なんか値段交渉してます。負けてます。この建物ね、手にしましてね、結構ね、ここは広いですね。車も多いですね、人も多いです。ベネチア広場、ベネチア広場ね。こんな感じでもね、ね、観光用の馬が走ってますね。観光用ね。あ、これ1頭だね、しかし走るのが。今まで2頭だったけど、結構無理してるね。この石畳の道を、ね、正番処理みたいだね。大丈夫でしょうか。ね、無理してるね。かわいそうに。かわいそうだね。ここ一頭引きだわ。さすがやっぱイタリア。馬の寿命短いよ。多分。そうですね。なんかあくまでですよ。馬の寿命。寿命が短い。一人でやると。そうそう。それでやるね。変なキーワードが。
二人でやってもね、一人がサボるとね、余計短くなる。短くなる。そうそう。同じ力の人間二人でやらないとダメ。うん。馬に学べてる。ああ、これなんですよね、これね。こんな感じ？ああ、なんかありますね。ここはね、おんまちゃんがね、おんまちゃんがいますね。観光用です。どう見ても。観光用。おじさんなんか遊んでますね、これね。何やってんの？トランプなんか？多いんですよね、こういう人たちが。遊ぶ。結構遊び好きね、イタリアのは。やってますよね、今見つけて。本当に楽しいんだよね、人生。夕暮れですね、夕暮れね。こっちはすごい立派な建物、さっきのね、建物ですね。ですね。で、ローマはね、松が多いですね、ローマ、松ね。ローマの松、これ有名ですね。松並木？松並木とか松林みたいなのが結構あるね。こっちでしょうか、こっちでしょうか。ローマの夕暮れですね。飛行機飛んでますね、飛行機がね。あ、こっちからも来るね、こっちからもね。あれぶつかるじゃないかい？来ておりますね。ねえ、あれぶつかるよね、どう見る？うん。高さが若干違うけど、ぶつかるんじゃないのあれ。うん？あ、クロスしますね。かなり無理しますね、ヨーロッパね。日本だとああいうの見たことないもんな。非常にハードです。うん、ガイドさん、ガイドさん、この柱は何ですか？ちょっと早い。まだ調べついてない。ガイドさん。ガイドさん、この柱は何でしょう？なんかね、非常に細かい模様がね、彫刻が入ってますね。上から下まで螺旋状にね、ネチネチと。なんでしょうね、これね、ガイドさん。これね、一本だけだね、このでかいのはね。一本だけこの立派なの。あとはね、なんか ちっちゃいのがね、なんか電信柱みたいなのが何本か立ってますけど。ガイドさん、これ何ですか？ガイドさん、ガイドさん。これ何でしょうね、これね。ローマの猫ちゃんですか？ローマの猫ちゃん。ローマの猫ちゃんが道を行く。今池田君のチラッと見たね。警戒してるのかな。ローマの猫ちゃんが街を行く。ここね、こっち。さっきのこれは何でしたっけ？向こうの建物は、あのほら馬が立ってるやつ。馬が立ってるやつはあれは。忘れた、長い名前ね、やめましょう。これは何、この塔は。さっきの塔、うん。コロンナって言いますね。コロンナの塔ね、うん、はい、そうです、さようなら、はい、こっち行く。いましょうか。名前だけね、名前だけ皆さんね。そう、うん、あの坂の方行きますか。この階段上がりますね、この階段ね。これはね、何にも、まあ、名前ない、うん、とある階段ね。とある階段。スペイン広場でも何でもないね。とある階段ね。ガイドさん、これ何ですか、前の建物ね。結構大きな建物ですね。うん、ついてますね。ガイドさん、これ名前は？だいたい名星はついてんだけど。ない、名前はない。うん、わからない。うん、ここはどこでしょうかね。こんな建物ですね。こんなモニュメントみたいなありますね。うん、なんだ。ね、この建物は。何でしょうかみたいな。ハタボウがいますね、ハタボウ。あれは何でしょうね。ねえ、あれ、何、チンドン屋さん？よくわかりませんね。ハタボウがいます。夕暮れですね、夕暮れ。我々は、こちら行きますね、駅の方ね。ここは共和国広場。ね、こういう広場でございますね。真ん中に噴水があってね。ああ、共和国広場ですね。こんな感じで、我々はまっすぐね、あっちの方に、まっすぐホテルなんでね、行きます。夕暮れのね、宵闇のローマ。非常に綺麗ですね、ライトがね。ライトの色が綺麗ですね。こんな感じね。車多いけどね。ガーガー行ってね。こっち行きますね、こっちね。はい。